公共曲第4番波端調、悲劇的 D417 は、フランツ・シューベルトが1816年に作曲した公共曲。タイトルの悲劇的は、後に、シューベルト自身が付けた題名である。1816年の4月27日に完成されているが、いつ作曲に着手したかについては不明である。しかし、 第四楽章の第一主題のスケッチが1815年9月に作曲された歌曲クロンナン D282 と満足 D362 の奏功と一緒に発見されたことで第四番はすでに1815年の9月頃から着手していた可能性がある。詩的な初演は夫をトビヒが指揮するアマチュアの施設のオーケストラによって ハトビヒケのコンサートで行われたと考えられているが、その詳細は不明である。公開初演は、シューベルトの死後20年以上を経た1849年11月19日に、ライプツヒでリチウスの式によって行われた。シューベルトは、当時19歳で教職にあり、この第4番によって、古典派の大作曲家たちと肩を並べることができたと、言える。 破綻調という調整や悲劇的という題名からして、ベートーベンを強く意識していたことが伺える。シューベルトの初期の公共曲でかなり大掛かりな構成で、十分な聞き応えの作品である。実質の送付はウィーン落友協会に所蔵され、現存するスケッチはウィーン私立図書館に保管されている。フルートに、オーボエに、クラリネットに、ファゴットに、ホルン。 トランペットに、ティンパに、弦五部。四楽章からなり、演奏時間は約30分。ありがとうございます。